そんな増えないか、言うて。そんなに。880。890。めちゃくちゃ増えてる？900？エヴァにはなりません、ね、900なんで。皆さん優しいですね、やっぱりね。キャリーちゃんやっぱ人気だからね、優しいわね。好きなんでしょ、キャリーちゃんのことね。大好きなんだから。うん、花屋さんバンって珍しいね。なかなかなんなかったんだけど。で、一番心配なのが花屋さんね、あの永久視聴者規制でしょ。バンになるとどうなんだろうな。うん、ねえ、一日、うん、いや、あのね、ナイスはね、あのそんなに気合入れてやってないんで、あの緩くねやってくれたら嬉しいですね。うん、そうそうそう、ガチでやるとね疲れちゃいますから、もう一日仙台市行けばいいかなぐらいで、ええ、そうそう、そんなガチでやるとさ疲れちゃうんですよ。うん、ふわっと押して、うん、あ、累積版があるか、うん、ゆるくゆるくね、ふわっと。だからこんなさ攻めすぎたらさ、俺まで番になったりしてさ、最もこもないじゃん。うん、皆さんナイスお願いしますね。えキャリーちゃんちょっとあの警察まで連れていくんでナイスお願いしますとかやったらさ、なんか巻き込まれて番になっちゃう、なんか怖いじゃんね。えがっつりやっちゃうと、俺もこの前配信落とされたし、昨日ね。そう、あんまりね人を落としれるような配信はね、なんか運営さんもダメみたいだから、なんかバンとかしてるでしょ、煽ったりする配信とかね。現に中村もバンになったし、うん、でキャリーちゃんバンでしょ、で花屋さんバンでしょ。なんか厳しくなってない？10月入ってからこんな番になる？なんか厳しくなってるよね。ねえ、なんで？もうやめませんか、争い事は。そういう方が多いの？うん、叩くような配信とかさやめませんか、もね。平和な配信しませんか、そろそろ。ここは課金サイトですよね。もうありがとう配信だけでよくないですか。無料アイテムください、ファンタスティックください、それだけでよくないですか、もう喋ることね。いいでしょ、もうありがとう配信で、家から出ないで、うん、悪口ばっか言ってるくせにな、よく言うよね。うん、ひどいよね。そんなやつがさマンスリー1位なんだぜ、やってられんよね。うん、ちょっと閲覧高いさ配信者見つけてはさ、ねえ上げ足取ってさ、今のふわっちのさマンスリー1位のやつどうかしてるよ、マジで。悪口多いよね。ねえ、
自分の地位を守ろうとしてさ、あ、こいつになんか全部持ってかれちゃうんじゃないかってね、怖いんでしょうね、多分ね、人気なやつがね。うん、民度が低いんで、だから民度が、トワッチは。うん、サグさんはああいうかってグループ作るのやめとけ。バニラグループ作ります。グループにはグループ、トップグループに対抗するバニラグループ作ります。作りました。うん、バニラです。メンバーは、ヨウブイとキチョウ、マサヤン、セイジ4人。でもこのバニラグループは、そう、なんていうの、生活保護者とか、ネタにしません。ええ、しません。バニラグループは。ホモ用語ね、ホモ用語。バニラで検索してくださいね。ホモ用語、バニラ。ホームレスもネタにしません。うん。バニラグループは人を傷つけません。ええ。あ、奥村さんね、結構さ、悪口言わないからみんな好きとか言ってるけど、本人は言わないけど、リスナーさんに言わせてますね。25歳ね、そうそう、うまいんですよ。だから本人は言わないんだけど、リスナーさんに叩かしてニヤニヤしてるんですよ。だから一応腹黒いんですよね。うん、止めないもんだって、周りに言わせて。そう、コメ欄ひどいからもう、うん、笑ってるでしょ、ニヤニヤして。性格悪いんだよあいつ、マジで。奥村あいつ止めないでしょ。うん、言ってる本人も、なんかあんま言ってないイメージあるけどね。うん、ニヤニヤしやがってよ、なあ、ブルーのサングラスかけてさ、ニヤニヤ見せないようにサングラスしてんだあいつ。笑ってんだぜ、俺のことを叩いて、リスナーさんが。ひどいよ。うん。前からだよ、前から。あ、でも前はね、かばってくれたよね、前は。うん、あ、めんどくせえぞ、全部ぶち込むでーって。ガチャガチャうるせえって。ぶち込んでくれたんだけど、もう、かばってくれない。嫌いなんじゃない、多分。うん。ここのコメ欄はどうなんですかね。まあ僕も叩かれますし、ねえ、いろんな人叩かれますね、やっぱり。うん、僕もアンチ多いんでね、結構。うん、やっぱアンチが多いってことは、やっぱそれほど人気ってことじゃないですかね。うん、だから僕はね、遠隔とかはしません。もう叩かれて当たり前なんでね、僕はもう。うん、そう、いろんなアンチが多いね。うん、だからあんまりね、いじめないでね、せいちゃんだけあんまりいじめないで。うんね、僕は遠隔しないよ。うん、しょうがないじゃん、バカなんだから、性格悪いしね。え、性格悪いでしょ。ごめんなさいね。誠治も少し煽りすぎ、ゼロワンが呆れてた、すいません、エロすんまへん。ダメだよね、そういうやつは。ゼロワン怒ってた、エロすんまへん。
エンジョイニュースはエンブロしてない僕は。うん、申し訳ない、反省してます。なのでダイスをふわっと押しといてください。ふわっと、なんで嫌いとか分かんない。いや、面倒見良くないよ、何もしてないよ、別に。あ、言ってないの？嘘ハト？そう、ゼロはね、ワンライブだから天然さんにも流すし、俺にも流してくれる、両方。嘘ハト？そう、せいちゃんにも流してくれてる、ありがたいよね。うん、ナイスはせいちゃんにって。あ、何も言ってなかった、嘘初だよ、嘘初拾っちゃった。俺わかんねえ、こんだけいるとね、何が本当か。うん、まあ、タコリスさんも暴れてるでしょ、これね。暴れてください、タコリスさん。うん、暴れちゃって、応援する、せいちゃん応援するって。どっちは、ナイスアリアス。カバリス解約わらわら NG だ、お前。これダメよ、これダメ。リスナーさんのリスはうちの、それはちょっと守らせてもらうね、それは。うん、タコリス害悪もダメだよ、リスナーさんのリスはダメ、タバクのそれはダメ。うん、リスナーディスはダメだよ。うん、712号ずっと言ってた、ダメよ、どこリスうざいとか書かないでよ。ダメですからね。うん、今だってトップグループって巨大勢力だからね、ふわっちで。ふわっちだよね。うん、すごいからね。うん、ここの枠民度低いってずっと書いてた、誰が712号書いてたの。俺入れた NG、 俺入れたっけ、712号入れてない、入れないと。そいつは入れた、あ、入れた、じゃあ大丈夫。まあいいんだよ、その過去のことは。弟も世話したとかね、俺も世話になったから、家がなかった時さ、ねえ、フローレで、うん、そんなの、フィフティフィフティだよ。おはようね、どんつくやつ、これ。あ、まあ、こちらです。お互い様でしょ、これは。ねえ、お世話になったからね、俺も。ただ、なんか最近ちょっとね、敵対視してんのかなと思います。ちょっとね、奥村さんとはちょっとね、やり方が変わってきた。XJAPAN でいうと、ね、方向性の違い、解散みたいな。うん。高橋は性格悪いの？誠司さんの本当の気持ちを知りたい。いや、僕の方が性格悪いですよ。ええ、奥村さんの方がまだマシじゃないですか、多分。わかんないですけど。うん。僕が一番性格悪いです、多分。うん。それはそうでしょ？そうだよ。うん。一
番性格悪いかもしれないよ、フワッチで。腹黒いかもしれないよ、僕が、うん、そうでしょ、うん、いや、大手さんはね、性格いい人ばっかりだけどね、うん、みんな性格いい人ばっかりなんだけど、僕は結構性格悪い方ですね、叩かれて当たり前のことですから、うん、中村君はどうですかね、中村君はどうなんだろう、性格がいいとかただのバカなんじゃない、バカ、うん、だから湧いたらいいみたいな感じ、うん、何も思ってないんじゃない、湧いたらいいみたいな、閲覧欲しさに何やってもいいみたいなね、キャリーちゃんも煽りに行くし、うん、でもチー牛ですね、ただのチー牛、目の前に人が来ると何も言えない、配信上でちょっと生きがれるぐらい、うん、中流です、結構ね、生意気なやついるからね、配信者でもね、イラッとしたよね、うん、謙虚じゃなきゃダメですよね、やっぱり、うん、もうね、配信してるよ、中村くん解除されてる、うん、いや、そこで例えばって言っちゃうと僕がまた性格悪くなるじゃん、そういうパスやめてください、661号さん、俺に言わせようとしてるでしょ、どんどん性格悪くなるじゃん、俺言わせないでよ、例えば誰ってやめてよ、うん、罠じゃんこれ、やめて、うん、いるわ、なんか俺を性格悪くさ、させようとしてこいつやべえな、もう言いませんから僕、他の配信者の悪口、僕ナイスやってるんで、うん、うん、もう言いません、いい人キャンペーンします今日から、性格悪いやつはナイス増えないんで、ひどかったでしょ、だからナイスやってないから、ナイスやってないと性格がねじ曲がってきます、歪んできます、ええ、いい人じゃないとナイスが増えないんです、気づいちゃったっす、ええ、なのでナイスお願いします、もう悪口言いません、すいませんでした、うん、お願いします、うん、僕の悪口は書いてもいいですけど、リスナーさんの悪口だけはやめてください、よろしくお願いします、うん、1位は無理だけどね、エビドさん強いもんね、あと養分もね、3位狙いでいいかな、3位狙いでふわっと、うん、ふわっとやりたいね、ナイスはね、疲れちゃうから、うん、だから養分に言わないとな、3位狙いでやるから、ふわっと養分頑張ってよって、パルちゃんが3位なわけねえだろ、どこにいんだよパルちゃん、3位なの、パルちゃん7位だね、7位、いやー2位は無理だろ、あ、先生おはようございます、どんつくらすこい、あ、なっちゃうやつ、今日もパルちゃん4時間やるでしょ、4時間、今日も企画やるでしょ、うん、頑張るって言ってたよね、やるよ4時間、だって今日
ネタ多いよ。2人番になってるからね。花屋さんとキャリーちゃん2人。うん、厳しくなったよ。10月から花屋さん番、キャリーちゃんも1日番、両方で、今日中村が番を受けて、小前くんはねもうやめた。ふわっちやめちゃった。ツイキャスじゃない、多分やめた。うん、キャリーは何して、ね、誹謗中傷だね。花屋さんに対する誹謗中傷。花屋さんはなんでバンだったか分かんない。あ、花屋さんナイス。ダメだ、やってたっけ一日バン。花屋さんも誹謗中傷、剥奪だ。あらもったいな。でも始まったばっかりだからね。うん、先月じゃなくてよかったね、月末じゃなくて。花屋さんも3ヶ月できないわ。ナイス。うん、辛いよね、月末だったら。先月のあよいって養分言ってたから、なんて嘘、先月のも危うくなっちゃうの、審査中だから。いや、それは大丈夫じゃない、先月のやつは。うん、キャリーバン、先月まで関係ないよ。関係ないよね。6位、半日は大丈夫だね。1日バンは3ヶ月できなくなっちゃう。うん、いや、イキちゃんは大丈夫でしょ、多分。うん、マンスリー強いからね、言うてならないんじゃない、バンには。この子抜けちゃったら大変だよ、これポイントすごいからね。うん、ここは忖度が発生すると思うよ。運営さん困っちゃうし、多分これ抜けられたら。うん、あ、稼げなくなったらね、そうかもしれないね。うん、忖度ありますからね、上さんは。稼いでる子たちには優しいから。うん、え、宮崎空港で爆発事故？嘘でしょ？マジで？今？機長、昨日帰れてよかったね。宮崎空港、不発弾見つかった？機長さん2階で寝てる。宮崎空港、運がいいのか悪いのか、配信者だったら遭遇してほしかった。うん、視聴者のアンチかもしんない、滑走路に。だって機長さんさ、ツイートしたんだよ、チケット1日先に取っちゃって間違えたって、ミスっちゃったって。これ機長さんのアンチかもしんないね、狙われてるかもしんない、命を。全便欠航？さっきして着陸するところ突然爆発した。機長さんのアンチだね、多分滑走路に投げたんじゃない。運がいいのか悪いのか。うん、やばいやついるね。何のためにやったんだろうそれ。犯人は誰？過激からね、何のために？戦争？犯人分かんないのそれ。だってカメラついてるっしょ、
滑走路なんか一般の人入れなくない？どうやって捕まったの？あ、戦時中のやつ？不発弾ってことはもう埋まってたやつか。あ、そうなの。それが一応爆発したの？なんかの衝撃で、飛行機が着陸した衝撃でズドーンって。戦時中にアメリカ軍が投下したのが残ってる。宮崎県警によると、誘導路、付近アスファルト縦横約7メートル深さ1メートル爆発したような陥没の跡があった。怪我人は確認されていない。県警は陥没の原因を調べている。7メートル深さ1メートル、まあまあでかくね。まあまあでかいな。おう、怖っ。あ、爆発ね、気づかなかったのかね。危ないね。全便欠航だって。じゃあ帰れなかったじゃん。もう一日ずれてたじゃん、今日チケット取ってたら。危ないね。70年前、朝の8時前ぐらいに。すごいな。体調不良でなんで昨日帰ってきたんだろう。でもどうやってクリアしたんだろう、そのミスを。一日ずらしたのかな。運がいいのかね。なんだろうね。あれじゃない、最近さ、機長さん身内亡くなったでしょ。ご先祖様が守ってくれたんじゃない。お墓参り行ったでしょ。お墓参りだからじゃない。なんかあったっしょ。なんかおじいちゃんかおばあちゃんのお墓参り行ったっしょ、長崎の。それだわ、守護神。おう、大事だな、お墓参り。守られてるわ。おう、命だけは助けられてるわ。え、俺もワンちゃん熱ありそうなんだけど。なんか食欲ないんだけど俺。さっきさ、鶏のささみとさ、あのお菓子食べてお腹いっぱいなんだけど今。食欲ない。赤くない、顔映った。うん、マサヤンから映ったんじゃないこれ。タイムキー上2階。ミクちゃんの風映った。絶対マサヤンキー持ってたっしょ。ミクちゃんの風がマサヤン経由で俺に映ったか、機長さんの金が映ったか。え、まさこのせい？3回なってるからね、コロナ。俺1回もなったね。顔めっちゃ赤くない俺。なんでこんな赤いの俺。赤くない？あ、熱ある、あるかも。ある多分。かかる？食欲がないんだよね。なんかお腹空いてたのに、なんか食欲がない。バニラしたから。体温計2回なんだよ。行く？
ょっとトイレだけ行ってくる。え、何を食べてたの？何を食べてたの？お菓子？お菓子食べたよ。うん、ささみ、ささみとお菓子。普通それじゃお腹いっぱいにならないんだ。俺はね。
大丈夫そうな。でもね、背中はね、暑かったね。暑い、汗かいてるわ。ああ暑いわ、背中は。感じてるね。水あるある。どうしたらいい、僕にできること。飲み物あったね、水。僕にできること、パチンコか。家に行ったらうるさいもんね、お前が、お前がって。パチンコね、パチンコ行ってきていい。でパチンコの景品でポカリを取ってくるわ、パチンコで景品ね、ヤクルトと。冷えピタと。ね、いや食べないよ、あの子は。うどん作っても食べない。ゼリーと、タバコと。うどんは食べないと思うよ。ほんと食わないよ。一日食わなくても多分大丈夫なんじゃない。燃費がマジでいいかね。だからなんかガリガリなんだよ、女の子みたいな足してさ、ガリガリ。なんで食べないんだろうあれ。アイスだったら食べるかもね。ほんと多分な、免疫力ないんだよ、食わねえから。そういうこと、栄養がないからすぐ風邪ひくよ。すぐ体調不良になるよ、食わねえの。どうしたら食が太くなるのかね。まず食が細い。どうしたら太くなるの。もう昔からしょうがないの、それは。体質胃を大きくする。食べないもん、つまんないよね、一緒にいてさ、食べないって。全然食わないの。水分取ってる取ってる、水がある、水、水飲んでる。なんでか知んないけど水か飲んでるよ、2リットルの。なんでポカリじゃないんだろう、多分ウーバーしたんじゃない、あれ。水頼んでたよ。キャリーちゃんワンライブじゃないと思うよ。いいんでしょ水でも。本当はポカリの方がいいでしょ。でも本人が水を選んでわざわざウーバーしてるから、マシでしょ、飲んでんだから。まだえ、キャリーワンライブなの、ワンライブなの。あ、そうなん、知らなかった。初耳。いっぱいいるな、ワンライブって。70人ぐらいいるって言ったのね。あ、やめて出ましたね。いいよな、ツイキャスはな。なんでフワチ厳しいんだろう、マジ。フワチダメだからね。バンになってる人と電話とかできないからね。マサヤン首だね、マサヤン首。
マリオとゼロワンが警察芸言ったんでしょ、暴露したんでしょ。なんであんなこと言ったんだろうね、マサヤも。なんで、なんであんな暴露したんだろう、あいつは、アホや。キャリーはクビじゃないでしょ。まさや暴露したの、ワンライブの。なんか、マリオとゼロワンが盛り上がるから警察呼ぶようになんか言ってるとか。あれ、まさやもなんか警察呼んじゃってって言われたんだっけ。タバコ？なんだっけ、正直すぎるの、嘘つけないの。頼まれたのか、警察呼んでって。タバコ吸っちゃったの？どこで？どこで吸ったの？タバコって。自分の配信中に？配信で。マサヤ、タバコの首、社長はセーフ。タバコ注意してまだ吸うからゼロの首にした。誰の枠で、誰の枠で、配信は分かってるけど誰の枠で、自分の枠で。そんなの自分ごとされるだけじゃん、会社に迷惑かかる。自枠で、え、そんなのさ、おすすめ規制になるわけじゃん。何回も見えてるのに気をつけてって言われてた。自爆で、自爆なら自己責任になるよね。あ、メンシップおつじよりナイスアリアス。それでコラボ行くから。あー、なるほど、印象があるからか。なるほどね、そういうことね。あ、落とされないの、TikTok。 そうなんだ、俺落とされると思った。おすすめ規制になるんだ。あ、だから別におすすめ規制ぐらいどうでもいいよっつって言ってたんだ。で、お前一応ワンライブなんだからさ、俺の言うこと聞けよって、気をつけろって言ってるだろ、それも言うこと聞かないからクビになったんだ。あ、なるほどね、バカだね、アホだわ、そういうことね。うん、ルイジの枠でタバコを吸って落とそうとした。ああ、落とせないけどね。おすすめ規制だけだって。うん。あ、無視したんね。全力でいっちゃった。全力でいっちゃったんだ。ゼロワンが運営さんに注意されたんだ。オタクのワンライブのライバーさん、あれいい加減してよって。あ、じゃあ言っときます。すいません。なんていう名前ですか、マサヤン。おい、マサヤ、運営さんから注意されたぞ、ちゃんと改善しろよ、エロすいませんって言いながら吸ってたの。まあ、クビな、いらんわお前、そういうことか。うん、警察芸暴露の報復。ああ、そういうのもあるのかね、いろいろ。まあ、会社に不利益だなと思ったからじゃない、多分こんなやつ置いといても。おやほや、聞いてるかてめえ、迷惑かけんじゃんお前、会社に。おっかお前、謝りに行くか、ゼロワンに。社長、この度はほんまにエロすんません、言ったよ。謝りに行くか、ワンライブ社長に。お前余計なことばかしやがって、吸いながら謝りか。お前エロすまへん、仲良しじゃねえじゃねえかよ。仲良しだったらまたワンライブ入れてくれるだろう。クビになっちゃったんだろ。うん、まあ確かにふわっちだよね。マサヤンってさ、 TikTok 向いてないよね。うん、
いや、もうフワッチで無理だから。あのフワッチで売れてねえのに TikTok で売れるわけねえから、うん、フワッチでいいよ。おお、ゼロワンの人間性がゴミじゃない。1794号さん、これダメですよ。次書いたらブロックしますね。これ消しときます。ダメですよそういうの。ええ、ワンライブのね、川西康平って男はあの本当にね、ギリがたいいいやつなんで、うん、ダメですよゴミとかは許しませんよ、うん、やめてくださいね、うん。キャリーちゃんね、誹謗中傷で番だね。金谷さんとバチバチに言い合ったから、うん、ちょっとね最近ちょっと炎上してるから、運営さんもね、いつかちょっとお給仕やないとなって多分ね見てたと思う、うん、でも決定打がないから、利用規約違反が全然ないから番にできなかったんだけど、これはどうしましょうって多分通報がいっぱい入ったんじゃない、うん、で番になります。今日10時57分に番が開けるのが明日の10月3日の10時57分。そう、 A 番じゃない、1日番、うん、遅れ番。昨日も月さんがプリコートのバトルで01に投げなかったお通夜だった。へえ、勝ったのそれ、プリコート01どっち勝ったの、どっち勝った、プリコート01負けた、こうや勝った、嘘、あかんかった、ツー全力でいった、ダメだった、負けた、もうすごいのこうやさんって、追いつかねえ、無理な、見てなかったんかい、見てなかったの、え、2投げたんじゃないの、プリコー戦に、違うの、だ誰とバトルの時投げたの、ムカタンの時投げたの、あ、ムカキンね、で、その時はどっち勝ったの、プリコーは負けたんだ、ムカタン戦はどっち勝ったの、え、ゼロワン勝ったの、ムカタンに、嘘でしょ、100人抜き、全然わかんない、話がついていけない、どっち勝ったの、ゼロワン11勝、プリコが勝った、1回勝ったの、ムカタンに11回やって2回勝った、全然話がわからん、プリコ戦なのかムカタン戦なのかよくわかんない、どっちがなんか11回やったのかわからん、ムカタン、ムカタンと11回やったの、11回連続でバトルするの、同じ人と、いろんな人と総当たり戦、いろんな人とやるの、11回、2回勝ったの、やりすぎだろバトル、バカじゃねえの、バカだろ、アホやん、なんでそのバトルするの、枠投げでいいだろ、バカ、バトルしないとアイテム上がらないの、教えてやろうか、枠投げでねえ、マンスリー1位取るのイベント、枠投げでいいだろ平和に、なんだバトルって、縦イベ中だから、だって縦イベ中だってたってさ、バトルしないとそのアイテムが上がらないわけじゃないでしょ、なんだバトル、バトルってうん。短時間でアイテムを集約するためだけのイベントだろ、短時間でリスナーさんから投げてもらえるように、バトルしないと TikTok アイテム上がんないの、
プライドの何張り合いなの、こいつだけには負けたくねえよ、アイテム応援お願いしますみたいな感じなの。枠だけでよくない？うん、上位に行くよ。大変、縦指の賞金はないって聞いたけどな、なんか名誉なんでしょ多分。あ、倍がつくからか、3倍とか2倍とか、枠投げだと倍がつかねえのか、だからポイントが跳ねないから枠投げよりもそっちの方がいいってこと。2倍3倍とかになってさ、スピチャルでさポイント跳ねるじゃん、100万とか200万とかいくじゃん、そのポイントはランキングに入るわけ、水増しポイントじゃん、それランキングに加算されるの、されないの、ガチのお金の金額だけ。あ、されないんだ、じゃあ枠だけでいいじゃん、されないんだ。うーん、でもバトルした方が何、グローブとかなんかゲーム感覚になるから楽しめるのかな、リスナーさんがね。なんかいろんなアイテムがあるんでしょ、タイムとかグローブとか、うん、そういうの楽しんでるのか、楽しませてるのか、うん、うん、正直お月ちゃんにはゼロワンとイキリストには投げてほしくない、せいちゃんと貴重さんに投げてほしい。お月ちゃんそう言われてますよ1794号さんが言ってる願望、願望、多分せいちゃんと貴重リスナーさんかもしれない、願望ね。うん、わかるよ気持ちは、うん、でもそういうわけにいかないんだ。僕もさ、いろんな人にこう支えられてるから、お付き合いがあるからね。そうだから、お月ちゃんは僕の大切エリアに挨拶回り行ってくれてる。そうそうそうね、ゼロワンからもナイスも流してくれたりね、いろんなメリットがあるから。そう、うん、だからさっきの人は俺と機長さんだけに投げれればいいんだよ。そう、でもこういう人って多分投げないんだろうな多分投げないんだと思う。うん、投げてね、俺と機長さんだけに。お次ちゃんは他の人にも投げてもらうから、担当があるから、それぞれ担当が、そう、広域エリアマネージャーだから2は。うん、あ、どうも、つくつく楽しい会社ね、ミキちゃんあります。11回もやったんだ。うん、キチョさんね、今のところ落ち着いたかな。でちょっと体が熱い、背中が熱かった、ちょっと添い寝したら、あれ一緒に寝たら俺も汗かいちゃう、ちょっと熱い。うん、看病してるよ当たり前じゃん。せいさん、看病お願いだし、任せてください。パチンコ行きますけど、この後ね、ちょっと、うん、そう、天然さんにも流してるよ。ないですね、俺にも流してる。うん、何の看病したんですって、ベッドの枕元に置いてあった飴を1個もらって、体温計の温度を見た。あとは何だろう、自分の体温を測った。お尻撫でた。うん、それぐらいか。添い寝した。足眺めた。キチョピー食べてたよ、ゼリーとなんかサンドイッチかな、なんかパンみたいの。できてるできてる。うん、水枕ないね。
ヒーピタ貼ってなかったね。ヒーピタ買ってくるか。ヒーピタとポカリ後で。貼ってなかったね。でどこにあるか分かんないね、ヒーピタ。薬飲んだよ。あるの、ヒーピタ。どこにあるか分かんない。アイスの買ってきて。お金は？お金。アイスのただじゃないんだから。うん。パチンコ行って儲けるしかねえよ、お前。だからパチンコ行った後に買いに行きます。うん。パチンコでお金増やして。ヒエピタとアイス飲んでしょ。うん、そう、家にいるだけでもね、心強いね。アイス飲んだい、どんつくらすこい。うん、 ありがとうございます。ポカリは買えないね。じゃあポカリは、ポカリ代がないと、うん、負けたどうしようか。あの、どうしよう、負けたら。負けた時のこと考えてな。うん、3万1000円しかないよ。それ負けたら何も買えないよ。だ、 OS さんは俺アンチだから、俺買わないよ絶対。俺がまずいって思ってるから飲ましたくない、あんなまずいの。無理、余っても大変だし。あ、ポカリでありやす。これ無料じゃないです、おまけでしょ、これ。これおまけなんですよ。お金なんないよ、これ。栗は。うん。OS はほんといらない。うん。マジでまずいから。飲み物じゃない、あれは。余計具合悪くなっちゃう。まずすぎて。飲んだことあるの、ほんとに。OS は買ってきてって言ってる人。ねえ。飲んだことないでしょ。ガチでまずいかな、あれ。ある？飲める、あれ。飲めないわ。点滴飲んでるみたいだ、あれ。まずいよ。いらんよ、あんなの。一口でやめた、俺も。マジ無理だった。外現場でさ、働いてる時にさ、熱中症になったらこれ飲めよ、つって。どんな味するんだろうと思って。あ、ポカリ代どうですか。これ500買えるかな。500ミリ買えるかな。あ、ルーちゃんありがとうね。買えるか。300円か今ので。350円ぐらいか今の。買えるか。1本だけ買えます、じゃあ500。いや、 OS は飲める人すごい尊敬するわ、あんなまずいの。あ、これ飲んでんのかな。なんかこれが机の上に置いてあった。これ飲んでるっぽいな、ベンザブロック。あ、これいいね。喉の痛み、咳、鼻詰まり、熱。これ飲んでるわ、薬多分。うん、巻物来てる、巻物来てる、巻物、巻物来て。ケモ巻くんが持ってきたか。正直昨日のバトルで、ゼロワンがセイちゃん単押しのお月さんにツータンツータンこびるのは非常に不愉快。ゾリルスも朝食お月さん使いすぎ。正直ナイスなんかいらないんだけど、養分に流せよ。怒ってるね、怒ってる。うん、養分に流すよ。俺が言うんだったらいいんだけどね。うん、分かってる。なんだろう、代わりに言ってくれてるの、俺の心情を。俺の心情を代わりに。で、俺はナイスはやるべきじゃないと。ナイスはいらないから養分に流してれて、アイテムはせいちゃん単押し、俺だけ投げてくれってことか。代弁してくれてんのか。
ナイス300でバック投げ。養分に流すよ。その方が体も楽だろうってこと？俺のおじさんだし。うん。まあそうだね。どこに投げようはあれだからね。うん。ナイスやめるか。辞退するか。じゃあナイス、ね、何ナイスで辞退するか。1500ナイスでナイスやめます。うん、1500でナイスやめます。押してください。やめます。ナイス1500ナイスやめます。うん、辞退します。もうややこしいね。ややこしいわ。うん。ゼロワン来てくれるって言ってた。え、ゼロワン機長さんの看病してくれるって？マジかよ。マジいいやつだ。熱あんだよ、機長さん。来てくれるって。あ、枠にか。ここじゃなくて、枠に。ここに来てくれるのと町田に来ないか。なんかおかゆでも作ってくると思ったら、マジかよと思って、うん、バニラしに来るのかな。バニラグループ入れちゃう。ゼロワンも入ってくんねえかな。バニラグループ、うん、カバつけて勝ってた。入れちゃうか、バニラグループ。でも一応ワンライブだからね、機長さんも。入れちゃうか。バニラグループ入ってたらさ、あれの心配ないからね。オフパコでさ、なんか暴露とかないからね。バニラグループ入ったら男同士で済ましちゃうから。で、穴も痛めないでしょ、口だけだから。うん、暴露ないよ、炎上しないよ。最強だよ、バニラグループ入ったら。うん、ケツメドがさ、ねえ、避けることないから痛めないよ、優しい。うん、ね、切れ字にならない。そう、避けちゃうよね、大きいとね。やっぱりだって本来それね、ねえ、入るとこじゃないから。本来はその穴って内側から外側に向かってこううんちが出るための穴だから、外から中にね、異物が入ってくるわけだから、ねえ、キュッてなるでしょ。抵抗するじゃん、筋肉が。うん、誰が最初に入れたんだろうね、そんなとこに。なんで入れようと思ったんだろう。おかしいよね。うん、マジで誰が考えたの。うん、アランチ中すいません、お父さん。ちょ、いつの時代かなんだろう。いや、これで落とされてね、剥奪したらね、しょうがないよね。あー、せいちゃんダメ言った、そんなかった。あー、ミラクル、来て、奥さん来た。あー、ミラクル、危ない。せいちゃん
それクリーンじゃないダメだよ、人の悪口下ネタダメだよ、ダメ。ナイスやめたくてわざと言ってるのかもしれない、わかんない。新一番だったらね、ナイスできないからもう、まさかキャリーちゃんと花屋さんが番になるとは思わなかったね、まさかねえ。あと暴言もダメか。ちょっと俺バニラ食おうかな、バニラだったらちょっと食べたいかも。せいちゃん宮崎空港陥没だって。えー、機長さん昨日帰ってこなかったらアウトだったじゃん、マジで。嘘でしょ、ガチ、なんで、マジっす、危なかったね、マジで。滑走路でしょ、滑走路、これアホやんが、うわバニラ買ってるあいつマジで、アホやん、アホやん、バニラ買ってんじゃん、知らなかったこれ、バニラ2個バニラ買ってるわ。俺でもこっちの方が好きだからこっち食べようかな。バニラ買ってんだけど、バニラグループ。え、あのさ、ハーゲンダッツのバニラって食ったことないんだよね。なんかつまんなくね。バニラってさ、どこのメーカーでもほとんど一緒じゃん。ハーゲンダッツでバニラ買う？普通。美味しいの？ハーゲンダッツのバニラって。買わなくね、普通。バニラ買う？ハーゲンダッツだね。だったら抹茶買うよ、俺。わかるでしょ、俺の思考が。一緒やろ。あ、レディーボーデンもうまいね。俺、レディーボーデンのバニラ好きだわ。うん。リッチミルクもあんの？バニラじゃなくて？何それ？リッチミルク？マカデミア？マカダミア？ダッツのバニラしか勝たんの？嘘やん。ミルクのいいやつ？何マカダミアって。大元のアイスは何味なの？マカダミアって。アイスの種類は何なの？何が入ってるの？ナッツが入ってるわけでしょ。あ、バニラが入ってるの？バニラの中にナッツが入ってんだ。へえ。美味しいのそれ。俺はこれが好き。抹茶。美味しいんだ。リッチミルク。バニラ買ってきやがって。僕は抹茶好きですね。センナイスありがとうございます。ちょっとカチカチ。センナイス来たこれ。おう。どんつくらすこい。あ、スプッチャーです。硬いな、ハーゲンダッツ。あ、さくらさん、どんつくらすこい。昨日はシャシャってパルちゃんニュースにコメントしてすいませんでした。誰？ああ、キリコちゃんね。いいですよ、あのね、褒めてたよ、うちの2が、あの Z 界が褒めてたよ。特攻行ってくれたんでしょ、特攻。うん、
なんか守ってくれたんでしょ、2を守ってくれたんでしょ、ひりこちゃん。うん、ありがとうだね。うん、赤出しでね通報してくれた。バカが一人いるからね、今ね、今ね開示請求してるから、そいつ50万かかる、50万。うん、50万かけてあのバカを炙り出してるから、時間かかるけどね、ちょっと絶対捕まえるから、あいつ。うん、任せて。だからナイスだけ押しといて、このナイスの賞金で開示請求回すから。50万だってやっちゃうから、マジで開示請求する、昨日のやつも。うん、任せて、ナイスだけ押しちゃって、うん、全力でいく。炙り出し弁護士さんに頼んだもん。うん、あ、それでそうだ、ナイス稼いだね。そう、もうすぐね録画もしてた、マネージャーがもう全部全力で言ってる。パル見ないからね、コメント欄ね、しょうがない、ね、俺たちがやるしかない。うん、ひどかった、結構煽ってたね、思いっきり。多分俺のアンチだと思う。そうそうそう、結構してる。今何人ぐらいしてんだろう、5人ぐらいやってんのかな、やりまくってる今。もう200万ぐらいいくんじゃないか、開示請求で。うん、200だね、200は硬い。うん、お、速報です、開示請求。弁護士の先生から連絡来ました。お世話になります、受けたまりました。前回と同条件にて契約書等を送らせていただきます。対象が増えてきたこともあり、〇〇弁護士だけでは手が足りなくなってきたので、今回の担当は〇〇弁護士に動いてもらおうと思います。タイムリーです、震えて眠れよ。ええ、来ました、人数が増えます、弁護士の先生が。ええ、担当が増えます、面白くなってきたぞ。開示した後はね、内容証明がいくのかな、裁判だね、裁判。うん、何人かな、ちょっと聞いてみるか、何人ぐらいやってんの今。難しいか、ヨガ行ってるか、ヨガ行ってるか、これ。あ、今弁護士の先生が電話中だって。なるほどね、電話中だって今。いや、多分全然知らないんじゃないの。
うわー、来てくれたよ、来てくれた来てくれた、キリコちゃん、すいませんでしたって、シャシャって。あー、俺言いたかった、俺伝えたよ、ありがとうって。うん、養分はふわっちないで俺の悪口とかいいけど、雑談とかで嫁子供の家族のこと言ったやつは全員まとめてやった。うん、やってるみたいね。うん、そしたらやっぱおとなしくなるね、雑談たぬきがね、一回でもやるとね。うん、めちゃありがとう。あ、この方ね、キリコさん2、この方全力で特攻してくれたキリコちゃんね。うん、英雄だよキリコは、英雄、全力で言ってたもんねキリコ。守り神、嬉しかった。あ、ふんわりナイスアイス、ゼロワンからもありやす。見ないもんね、田崎は。生活保護でも慰謝料はどうなんだろうね。取れなかったら取れなかったでしょうがないけど。あ、ご迷惑おかけしたかと思ってって言ってる、ズータ。言ってる。取れないか。無理なんか。生ポも取れるっていう人と取れないっていう人がいるんだけど。ないところは取れないよね、さすがに。うん、差し押さえできんの？何を差し押さえの？取れますよって調べた？取れるの？あ、キリコちゃん何？ホワイトプラス通知取ってくれたの？2が配信してくれたら俺行こうと思った、うん、キリコちゃん枠開けな、2が投げてくれるって。差し押さえするものあるの？何を？うん、あ、ブロンズだった。取れないっていう人わざと言ってる？キムキム無理だった？大丈夫です、お気持ちだけでありがたいです。キリコちゃんなんていい女なんだ君は。キリコステッカーあげるから、松田おいで、ステッカーあげるから。なんていい女なんだこいつは。ステッカーあげるから。生ポから何取る、わかんない。スニーカーがいいか、どっちがいいか、ステッカーとスニーカー、どっちがいい、スニーカーとステッカー。スニーカーがいいか、スニーカー、ステッカーいらない、ステッカーは新品。うん、絶対スニーカーの方がいいね。スニーカーがいいです。足のサイズいくつ大丈夫？あ、そう、ゆり子どこの人なの？遠いの？キリコちゃんどこの人なの？なんかミツリに似てんな、なんかこれミツリじゃないよね。なんかこの絵文字がミツリがよく使ってたんだよ、このニコちゃんマークのやつで、お花ミツリに似てんな、違うの？どこの人なんだろう。似てるよね、なんかね、ミツリね。おう、これ AI でしょ、 AI アイコンね、アイコン似てるよね、顔ちょっとね。三井なのかな。何系なんだろうね。
か冷凍焼けして美味しくねえねこれ。シャリシャリしてるわ。あんま甘くねえねこれ。ハーゲンダッツシャリシャリしてる。キャリーちゃんはね、誹謗中傷。北陸かクソ遠いな。あ、一回溶けて凍ったらこうシャリシャリするんだ。まずいわこれ。ダメだねこれ。アイスシャリシャリしてるわ。ナイスすごい。あ、ほんまや、そんなやつ売ってるわ。なんでこんな増えたんだろう。一回溶けたアイスダメなの？言ってよ早く。遅いよ、食っちゃったよもう全部。早く言ってよ。うん、いや、あと機長さんのリスナーさんも押してくれてるんだと思うよ多分。あとゼロリスト、あと奈々ちゃんのリスナーさんと寄せ集め。僕のファンじゃない。僕のリスナーさんは500人しかいない。アイスありやす。パリッとじゃない、パリッて。パリッとってなんだよ。名前変えないでよ。パリッて、うん、パリッとじゃない ね。4万人いったね。これ3アカ目だからね。でもアカウント変えなかったらもっといってるわ。6万人ぐらい。ああ美味しかったっしょパリって。太るから気をつけてね。うん、ああナイスありがとうね。僕のファンの方押してくださいね。パリって太るよ食いすぎると。あれちっちゃいからね、2個3個いっちゃうからね、調子乗ると。うん。ゴンチ甘すぎました。マジ嘘。あれ甘すぎる。美味しいと思うけど、ちょうどいいと思うけど。もっと甘くてもいいと思うけど俺は。うん、そう、ピーチの方だよ。捨てた？それミルクティーの方じゃね。ミルクティーはダメだよ買ったら。うん、あのペットボトルの方だから甘さは変えられない。ピーチ甘すぎる。うっせやん。捨てた？は？お店のやつじゃないよ俺が言ってんの。セブンイレブンのペットボトルだよ。ミルクティーは捨てた俺。ゴンちゃんめちゃくちゃ美味しかったです。あーむーちゃんです。美味しいでしょ。ミルクティーはあかんで。まずいで。俺も捨てたもんミルクティーは。ゴンちゃんピーチ捨てた。うそやろお前、アホやろお前。ちょっと来いよお前。1888号、お前アホやろ。くれよお前捨てるぐらいやったら。マジうまいじゃんあれ。バカなの。うまいから飲んだったのに。俺が最後は飲めない。うん、え機長さん昨日帰ってきてよかった。宮崎空港爆発物で閉鎖。ねねちゃんそう本当なの。マジ、マジよかったじゃん。じゃあ昨日帰ってきといて。本当はさ今日来る、今日帰ってくる予定だったんだよ。チケット取り間違えて。マジかよ。ニュースやってんの？嘘。持ってるわ。本当に。知らんかった。不発弾かもって。あー機長さんあれだね、お墓参り行ったからだわ。ご先祖様が守ってくれたんだね。
参り行くべきだね、やっぱり。おばあちゃんのね、お墓参り行ったから、うん、爆発したんだって滑走路で。なんかサイズが7メートル四方で深さが1メートルだって。うん、咳してるわ、咳してる。おばあちゃん亡くなってる。片方は生きてんだね、どっちか分かんないけど、片方のおばあちゃんが亡くなってる、もう一人生きてる。うん、長崎のおばあちゃんが死んじゃったのか。うん、守り神だわ。うん、供養した方がいいね。ね、いい話だなと思う方は右下のやつふんわりふわっと押してください。ふわっと。びっくりしたね、でもね。そうだね、空港でね、具合悪くなったら大変だったよ、マジで。よかったよ。ふわっとして、うん、中高年って配信なくなったら余生どうやって生活するんだろう。就職先もないだろう。確かに、確かにだよね。ふわっちの40代50代のやつらね、ああどうやって生きていくんだろうね。現実に戻ったわ今。考えないようにしてた、それは。それは知らんわ。うん、ふと思った今。俺どうしようと思った。今更感あるよね、40代50代で。だってさ、今何年ぐらいやってる？6年7年ぐらいやってるっしょ。職務経歴書どうすんだろう。どうしよう。うん、これ先読み入ってる、先読み入ってるな。先読み、これおまけ、さっきのおまけか。先読み投げ合わせね、オッケー。投げ合わせ、どうしようね。職務経歴書、履歴書、空欄、最後に働いてた会社から今まで何をされてたんですかって面接で聞かれるわけじゃん。6年7年何してたんですかって。ライバーだって、 OMG 作ったのに1年前じゃん。何してたんですかって。なんて答えよう。まともに働いてたの何年前だろう。6年何年ぐらい経つんだろう。厳しいだろうね。どこまで取ってくんないだろうね。警備員ぐらいしか無理じゃない。ノースキルでしょ。あ、でも大型免許持ってるか、フォークリフト持ってるか、ユニック持ってるか、結構資格あるか。資格取った方がいいかな。うん、なんか資格取る、取るべき。潰しが効かないよね。なんかアドバイザーみたいなのできないかな。なんかソムリエとかなんかできることないかな。うちの兄貴となんかやるか。兄貴開業したいって言ってたな、そういえば。ゆくゆくは。いや、なんか言ってたような気がした、兄貴が。すごい資格持ってるから、うちの兄貴が。
なんか言ってたんだよな、資格持ってるから国家試験持ってるから、なんか電気の、誰これ、兄貴お邪魔しますと、怖い怖い、拳銃持ってる、怖い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 、誰これ、拳銃持ってる、こうやって外人さんが、誰、無課金おじさん、誰これ、有名な人、オリンピック、知らん、有名なの、何無課金おじさんって、知らないんだけど、オリンピックの無課金おじさん、オリンピックの選手、人気なの、知らん、何それ全然知らんよ、オリンピックの金メダル取った人、何なんだよ無課金おじさんって、知らねえ、テレビ見てないもん、すごいの、武装なしだから無課金って言われてんの、拳銃を構えるシーンのジジイ、ツイッターでよく流れる、知らん、装備なしなの、ツイッター見て、何全然わからん、ついていけねえ、オリンピック無課金、あ、なんか出てきた、なんだこれ、射撃の競技で装備がないの、だから無課金って言われてんの、なんだそれ、で金メダルなのこれ、でバズってんのこれ、全然知らんかった、なんで装備つけないのこの人は、トルコ人、うん、韓国の女性は装備ありで映画に見たくかっこよかったけど、無課金の人はさらにかっこいい、称えられてんの、すげえって、ゼロンからナイスアリアス、ゼロンからナイスアリアス、ゼロリス、うわゼロリスさんすごい来てる、何 リアルタイムで流してくれてんのこれ、リアルタイム今配信してるの、ゼロワンがリアルタイム、お、マジかよ、ゼロリスさんありがとうございます、リアルタイムで流してくれて、ゼロワンからありがとうございます、ゼロリス全力で行ってくれ、ナイス、全力で行ってくれ、ありがとうございます、うわすげえ押してくれてんじゃん、うわありがとうございます、めっちゃ増えてる、あーじゃあ、なんだっけ、ゼロワンにも、投票行ってください、投票無料で行けるから、投票今何なんだろう、投票、投票ってあるんだって、俺もやってみるか、投票どうやってやるんだろう、投票どうやってやるの、投票って、投票どうやってんの、枠投げ、バトル楽しい、バトル数減らしてるからバトルしたいてり、面白いバトル、バトル面白い、面白かったわ、バトルしたい、ごめんなさい、フィジカルね、カバ読みやめてね、それフワッチでも、どうやってんのこれ、キムさんカバっていうのやめてあげて、せいちゃんやめてあげて、どうやってんの、うん、右上のバナーから、右上バナー投票お願いします、どれだこれか、名門投票へって、あ、投票へ、投票へ、さん初見さないです、いらっしゃい、ほんで、うん、あ、これ右上のこれ、スクロールして、うん、あれ投票あれ投票数が不足してます、リフレッシュするか、うん、ミッション完了しか出てる、何これダメだって、名門
仮面10コイン5個投げると5票もらえるよ。10コインの5個投げて。10コインどれ、何でもいいの。リフレッシュって何、10コインって何、どれ、これでのベノム、これよ。これ投げればいいの、うん、でこうあるでしょ、こここれね、で投票、これをこっちにずらすと、これ投票どれだ、これ出てくるから5個、5個押しちゃったらやり直しね、ベノム5個押しちゃったらやり直し、やり方が分からん、これが結構難しい、何だから、あのこれがむずいよな、女の子のデリケートなね、あこれか、とこやっぱ優しくねするみたいに触らないと飛んでる、はいはいはい、ダイヤモンド投票、これポチッといくの、あれゼロワン出てこないの、これポチッと、あれベノムが出てきたけど、ベノムって10個のやつを1日投げると投票できるっていう、うん、コツコツね、あれゼロワンのとこ出てこないの、うん、優しくスライドしないとダメやで、うん、なんだこれ、ベノムを投げると投票1日5個まで5票プラスにできるんで、それは大丈夫ですよ、無料のやつだけでね、あ、出てきた、これか、優勝さん、これ誰、4位だって、あ、投票した、優勝さんこれ誰ですか、4回できた、4回投票、投票した、優勝せいちゃんに何をしたらいい、つーちゃん、これ優勝さん誰、家族で配信されてる、強いね、投票した。ゼロからないそれです。うん。まあ上はちょっと強すぎるな。うん、今4位。ゼロからあるやつ。子供4人家族でやってるにゃ。っていう感じです。お願いします。投票お願いします。できたらこのベノムを一個でも投げると一個余分にできるんで。できたら。ベノム。片枠。ツーチャイス。ツーチャイス。朝5000人ぐらいいるんだよ、弁当配信、投票完了、えらいね、もっと人気者、みんなナイスしてきて、ありがとうございます、あんま増えてないって、うん、ちょっとオープンチャット書くわ、オープンチャット書いてくれんの、マジかよ、オープンチャからも来る、マジっす、ゼロンからありがとう、マジっす、ありがとうございます、あー、りょうさんです、えらい、何人かないと、ありがとう、うん、ゼロンさんからです、マカロナイス、頑張ります、うん、また夜ゼロンにも、投票お願いします、投票、うー、やばい、増えてんのこれ投票、あやちゃん、ちょ、レッドブル取ってくる、カバリスさん、投票増えてんのこれ、なんかビッコ引いてんだけど、ビッコ引いてる、大丈夫かこれ、ゼロはビッコ引いてたのこれ、長時間やりすぎて、大丈夫、体ぶっ壊れてんじゃんこれ、増えてんのこれ、カバリスさん、スーフせいちゃんナイス、毎日行くね、ありがとうございます、投票してきた、ありがとうございますゼロワンからナイス、頑張ってください、ありがとうございます、投票してきた、行った、全力で行った、一色なんだ、へえ、200ナイス、ありがとうございます、増えてる、ゼロリスさん、ゼロワンからナイスアリアンス、うん、ナイスポチ、ゼロワンからナイス、頑張ってください、アリアンス、ミルクさん、うん、痩せちゃうな、全力でナイス押してくれてるわ、頑張ります、ゆるくね、ゆるく頑張ります、あー、アリアンス、ゼロリスさん、あー、ありがとう、こんな綺麗な人がゼロリスなんだ、
すごい綺麗な人じゃんこれ。へえ。ぬるりさんやす。白州マークお願いしますね。右下。こっちも投票みたいなもんなんですけどね。TikTok はねあれだけどめんどくさいけどね。ふわっちはねあの簡単に押せますからナイスが。うん。ゼロワンからお邪魔してください。右下をポチッと押すだけです。ポチッと。TikTok あのめんどくさいね投票。バナーをこうやってなんかスライドしてなんかページ飛んで投票。しかもなんかベノムって安いアイテムをなんか5個投げると5票もらえる。なんかねめんどくさいね。簡単にしたらいいのね、もうちょっとね。そしたらもっと増えるのにね。めんどくさいっしょ TikTok の皆さん。ふわっちゅう簡単です。右下ナイスポチッと押すだけです。記録するだけ。ゼロワンからリアスね。なんであんなめんどくさく作ったんだろうね。あの企業案件なのかな。ベノムって何なんだろうね。あれなんかお金入ってくんのかな。あのページに飛ばせるのが意味わかんないね。うん、ゼロワンからです。案件でしょ絶対あれ。うん、あと一番めんどくさいのがさ、バトル中にさ今あの数秒でこのアイテムを投げたい時にコインを買ってアイテムに交換してそれで投げる。これがバトルの時時間食うじゃん。それがもうちょっと早くねアイテム変えたらもっといいんだろうね。 TikTok ってややこしいよね。最初にコインを買っとかないと投げれないっていうね。ナイス2位嘘でしょね。俺それがちょっとあれだなと思う。購入がね、アイテム購入、最初にコインを買っとかないとさ、今欲しいって時に投げれない。うん、コインいらんよな。直接さカードでアイテム買えればいいよね。何個かねすぐに。あのコイン制が意味わかんないよね。ふわっちはすぐ買えるからね。うん、あら2位になっちゃった。ありがとうございます。うん、養分抜かしたらあかんで。養分抜かしたら、うん、誕生日付きやから養分抜いたらあかんで。ダメだね。あかんで。気まずいで。ダメ。なあ、海老蔵さん強いな。一人で。ふわっとやってる。はい、シュラ君逮捕。嘘でしょ。マジ炊き出し闇枠。なんで炊き出しの後。ほんとそれ。ゼロリスありがとうございます。憶測？闇今1個棚してる。本当？
修行に行ってくる、さしてくれ。あ、ゼロからです、マジで。あ、投票ありがとう。弟子の J 君が配信してたよ。あ、ゼロはもうちょっとで3位になるって。皆さん投票お願いします。 TikTok もうちょっとで3位だって。投票頑張ろう。何も言えない？マティアス何したんや。投票した。なんだ逮捕って。何したんだろう。ゼロンからナイスアリアス、マジで言えないか。なんか知ってるんだろうな、多分市長さんも知ってるかもしれないね。ナイスアリアス、何したよ白くん。あんないいことばっかしてんのに。炊き出しの後に薬か。薬以外考えられないな。なんかいつも全国出張行ってるから、なんだろう、薬じゃない。本人が説明するの待って。食中毒？なんだろう。ゼロンカラリアス1300ナイスアリアス。定番になっちゃうね。それじゃあ僕は今ねもう4時間経つんですけど、この後あの嫁がね熱出てるから看病しますね。看病、ええ、4時間あのペットカメラで監視しながらパチンコ行ってきます、ええ、で景品でやっぱポカリねとアイスのと。あー、リアスどん作らすか。嘘でしょ。キチョピリスタさん、お姉さまありがとうございます、ね、早く良くなってほしいですね。配信できるようにね。この状態だと配信できないから、うん、デンティス良かったでしょ、うん、マウスウォッシュもいいよ。ニンニクとかね食べてもねすぐ消えちゃう。デンティス最高だね。ダブルで使って、ダブルで。あ、ゼロワンからナイスアリアス。うん、それ間違いないから。マウスウォッシュっていっぱいあるでしょ、歯磨き粉も。あ、それでね完結しちゃいます。そのメーカーでデンティス一番いいよ。あのキチョピも使わせたんだけどすっきりしたって、口の中が。味もいいって、うん、専門家が使ってるやつがね、あの歯医者さんが。そう、めちゃくちゃいい。高いけどね、ちょっと高いなりにやっぱいいですよね。物はいい。デンティス、うん、ドラッグストアにあるとことないところがあるね、うん、あ、ロフトに売ってた。ドンキでも売ってるんじゃない。高いよ。びっくりしないで、値段見て。1本1500円ぐらいする、ハミエコのくせに。クソ高え。普通300円とか売ってんじゃん、薬局で行くと。歯磨き粉って200円とか。
びっくりするよ。1500円、嘘でしょ。せいちゃんこれ芸能人が使うやつだよ、給料20万30万のサラリーマンの給料で買えないよ、歯磨きごときで。ね、上流家庭じゃね買えないよ。あ、マリアちゃんも使ってるって、マジで。じゃあ俺とキスしたいのかな、マリアちゃんは。あれはね、あの歯磨きはキスをしたくなる歯磨きなの。いつでもキスができるように息が綺麗になるよっていう歯磨きなの。だからちょっとずつ使って、ちょっとずつ1センチずつね。そう、恋する歯磨き粉だよ。めちゃくちゃいい匂いになる、口の中が。皆さん最後にナイスだけお願いします。買っちゃった、無理して買っちゃった。でも後悔はさせません。デンティスは最高です。皆さんホワイトニングの方がいいですね。白くなるし綺麗になるしね。そう、歯がない人は買っちゃダメだよ。歯がある人だけだよ、ね、歯がないのにそんな高い歯磨き粉買ってもしょうがないんだからね。こんなお湯でいいよ、お湯でシャワーで、あーって。歯がある人だけね、歯大事にしてる人だけ。ね、よろしくお願いします。歯がない人、歯がある人は、大事にしてる人はデンティス使ってください。ゼロリスさんありがとうございます。ナイスね、いっぱいもらっちゃった、ナイス、ありがとうございます。あー確かにパチンコ行く前に、ね、買っといたらいいね。ポカリとね、ヒエピタと、あとなんだろうね、何がいる。ポカリ、ヒエピタ、アイスノンっている。アイスノン、いる？使うかな？頭の後ろに置くやつでしょ？枕の上に。ウィダインはあるよ。ヒピタあればいらねえべ。熱測ってきてて、あと1分しかないやって。無理やん。いる？あ、初見されたらフォロー通知だけお願いします。あとお願いばっかりで申し訳ないんですけど、ナイスとフォローと通知お願いします。ええ、見る枠がない。ええ、次枠まさか。ない？ファンタ要求してもいいですか、じゃあ。ファンタ。ファンタ要求してもいいですか。ぶん回せ。だからやなんだよ、ナイスやると。だからな、ね、こうなるじゃん。ナイスやると。消耗戦になるじゃん。もうゼロワンみたいになるじゃん。もう、フラフラしたね、ゼロワン。もう喋ることなくなって下ネタばっかりになるで。マジで。一回休憩させて。一回休憩させてくれ。嫁やらんからな。お腹痛いんだよ、なんか。お腹痛くて。アイス腐ってたかも、マジで。腹痛えわ。トイレ行きたいの。腹痛い。おつかま。腹痛い。